プレミアムバンダイ。これ激アツですね。めちゃくちゃおもろい。音つけて、うん、蹴るわけですね。よいしょ。くそー、そのまんまや。リハやってからのがいいんじゃないですか。275ページ設定画を初公開。いやー、すげー。これも楽しめるし、こっちも楽しめる。こっちも楽しめる。始まりました。プレバンラボ Z、俺たちマル秘情報発掘隊、私発掘隊隊長のおじのズボンのしのめと申します。イエイ。そしてそして発掘隊副隊長の今日のあなたの運勢、上か下か上にして5、声優の上にしてペレス、よろしくお願いします。やってくださってこの番組はですね、プレバンごとプレミアムバンダイについてどんどん深掘りしていって、プレバン知らない、おもちゃ詳しくないよという方にもですね、分かりやすく説明していく番組となっております。声優の鈴村健一さんと大阪亮太さんが毎月第3木曜日22時からニコ生&YouTube で生配信しているプレバンラボ、俺たちプレバン宣伝隊とともに、プレミアムバンダイの魅力を紹介していこうと思います。はい、今回紹介するのは仮面ライダーエグゼードデラックスマイティノベル X ガシャット&バンバンタンクガシャット。イエーイ。バンバンタンクついに出るんかい。やっとね、こう目の前に形として出てきましたけども、はい、ということで、はい、前回もエグゼードでした、ね、はい、エグゼード、今回もエグゼード、今回もバッツリバッツリエグゼードです。ガッツリエグゼードですね。ガッツリエグゼードでございます。ネクタイも、はい、エグゼイドカラーどっち、前回のでもエグゼイドカラーとでもね、まあ言えなくもなかったですからね。前回のもエグゼイドカラーにします、うん、はい、ゼロワンのつもりで来ましたけども、はい、エグゼイドカラーにしておきます。ゲーマードライバーカラー、ゲーマードライバーカラーでございます。はい、はい、さあということで、はい、今日ご紹介するそのマイティノベル X、うん、ひょっとしたらすごい、はい、あのライトなエグゼイドファンの方は、はい、あ、そんなガシャットあったっけなとか思わはる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、なんとマイティノベル X というのはこちらですね。小説、はい、小説仮面ライダーエグゼイドマイティノベル X、うん、この高橋優也さん、はい、いや、もう私は高橋優也神と呼ばせていただいてるんですけれども黒都心みたいなが関わったこちらの作品の中に出てくるガシャット、はい、それがなんと満を持して商品化。なるほど、そうなんですよ。これ激アツですね。激アツなんですよ、うん、というのも、はい、ね、ガシャットのどんな感じかっていうのは、はい、もう小説の中にね、しおり挟まれてて、お、すげえ、しおりにも出てんすよ。なるほど、そうなんですよ。あ、これが、うん、ただこの小説が刊行された時はまだ出てない。ガシャットは出てない、うん、でもこのね、デザインはここにもうあったんですよ。なるほど、出るんかな思ったら、うん、出えへんねん。出ない。それが今回出んねん。やっと。そう、出たんですね。なんかこれ限定版みたいなのもこれあって、うんうんうん、その限定版の時はなんかガシャットのなんかキーホルダーみたいな、はい、あー、はい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 、はい、ガチャガチャ引っ掛けられるキーホルダーみたいなのついてんねんけど、ガシャットはついてこなかった。なるほど、それが今回、まあ、ようやっとということなんです。はい、はい、まあ、要はですね、はい、ざっくりまだ読んでない人もいらっしゃると思いますので、はい、もうこれむちゃくちゃおもろい。なるほど、むちゃくちゃおもろい。ちなみに僕はまだ読んでないんですけど、めちゃくちゃおもろい。なるほど、うん、どんなちょっと触りだけでも、要は、はい、本編で、はい、あまり語られなかったですね、はい、M の過去が、エグゼイドの過去がここで明かされるんですよ。あの事故とかその前の生い立ちみたいな。生い立ちもね、もうね、はい、ちょっとねネタバレに、もう涙なしではちょっと見れない。なるほど。で、どんだけすごい内容かっていうと、はい、これ見た後に本編見たら全然違う風に見える。え、そんなに。あ、 M ってこのバックボーンがあってこれやってんねん、イエーっつって。なるほど、180度見方がね変わるんですよ。あ、じゃあもう帰りにこれ買ってきますわ。絶対買った方がいい、はい、で、これの中に出てくるマイティノベル X がこっちついと形になったと。そうで、見どころとしてはやはり、はい、このしおりについてたこのガシャットのデザインですね、うん、はい、このデザイン、ここにあるデザインがもうきっちり再現されております。本当にちゃんとしっかり再現されてる。ちゃんとしっかり再現されてる、うん、いや、いいね。ちゃんとね、この色とかもね、そう、頭がこうちょっと筆になってたりする。あー、はははははは、うん、で、筆持ってますね。そう、筆持ってる。あー、そう。じゃあ上西君の商品説明をお願いします、はい。
こちらですね、マイティーノベル X ガシャットとバンバンタンクガシャットのセット商品でございます。税込み3520円、安い。受注期間は5月31日までとなっております。お届けは10月を予定していますと。で今回もですね、はい、開発担当の TK さん、はい、TK さんてはるんで、ちょっと TK さんにお話の方を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、TK さんお願いします、はい、お願いします。お願いします。さあではポイントの方よろしくお願いします。はい、まずこちらのガシャットのブランドについてちょっと説明させていただきたくですね、はい、こちらというのは、デラックス未商品化アイテム商品化プロジェクトというプロジェクトの一環になっている商品になっていまして、なるほど、過去のライダーでこう商品化し漏れてしまった、でもファンとしては絶対に商品化してほしいっていうものを満を持して商品化するっていう、ブランドになっておりまして、今回は、ゲンムズでエグゼイドがフューチャーされたことで満を持して登場することができたという商品化になっております。結構だってなんていうんですか、盛り上がって出てきたガシャット そうですね、ゲームレーザーの時にニコが、うん、株主、ゲームの株主になってるから言ってこれ持ってきなよって言って、うん、ちょっとゲームちょっと寄ってこれ取ってきなよって言って、うん、やってきたやつやから、ニューヨークからわざわざニューヨークからわざわざ、うん、ニューヨークの絵挟まんない。野球やったニューヨーク部屋の中でね、英語の壁紙とかいっぱいあって、なので大株主ニコの思いの詰まったガシャットになっているというわけですね。ようやく、はい、そうそう、エピソード0でも出てきたし、ね、出てきましたね最後、うん、出てきたし、いやこれは素晴らしい本当に、はい、このプロジェクトなんですけど、今までは友情バーストゴーストアイコンだとか、はい、プログライズギーセット03、カンガルーとかのプログライズギーになりますね、うんうんうん、であとライドウォッチコーツアセット、映画に出てきた、うん、ブラック RX とか、うんうん、ロボライダーとかね、うん、バイオライダーとかね、そうです、そうです、アマゾンズのメンバーとかね、あ、もう、はいはいはい、そちらも担当させていただいたんですけれども、はいはい、その未商品化プロジェクトで出てきたこの過去の商品がそういう風になっていて、まあ、ファンの方が他の例えば、まあ、ビルドとかそういったものでも、はい、こう未商品化アイテムっていうのはあるんですけれども、まあ、ツイッターなんかを見ているとやっぱりその商品化に対して熱望する声っていうのは、うん、たくさん過去のライダーでもありますので、まあ、このまま商品ができればというふうに思っているんですが、それってやっぱそのファンの人の声を吸い上げてる部分もあるんですか、それとも開発チームで出していくぞっていう、あ、これを出した方がいいんじゃないか、いいんじゃないかっていうふうになるのか、やっぱりその、まあ、SNS のトレンドはチェックしているので、その声が強いとやっぱりそれだけ欲しい人がいるんだなというところで商品化っていうのは進んでいくパターンも多くて、なるほど、はい、例えば友情バーストアイコンはそうですね、 SNS の盛り上がりはすごいものがあったので、で後押しを受けたような、この商品の発売を記念しまして、はい、プレミアムバンダイの受注ページの方でですね、設定画を初公開して、いやーすげー、今出てるこれですね、はい、そうです、そちらなんですけれども、かっこいい、でこちら本当に設定上も、まあ、ファンの方にはお見せしていなかったものになっていて、うん、ノベルゲーマーのその白を基調としたものとか、うん、文言で書かれていた部分はあるんですけど、うん、ビジュアルとして出るのは初めてのこととなっております。こうなってんねやっていう、いやすごいね、うん、やっぱこう本で読んでると当然絵は浮かぶれんけども、はい、やっぱそれぞれで多分違うと思うのよ、そうですね、読んでる人によって浮かべるのが個人によって、うん、違うねんけども、はい、こうやって明確にこうデザインとしてバーンって出ると、またこう小説読んだ時にこう違った風に見えたりもするし、うんうん、それこそ変身音もね、変身音を鳴らして、うん、確かに、うん、自分の頭の中で鳴らしてまたこの本が楽しめるっていう、これも楽しめるしこっちも楽しめる、こっちも楽しめる、だから僕まだ読んでないんで、もう完全にこのビジュアルでもう読むとき再生されるというか、あ、もう最高、うん、マイティーノベル X ガシャットとバンバンタンクガシャットの変身音ですが、はい、本邦初公開でして、うん、例えば小説なんかで文言ベースで書かれていたものもあると思うんですけど、リズムと一緒に出てくるのは今回初めてということで、うんうん、ぜひ変身を楽しんでいただければと思います。はい、はい、ノベル X の方から変身していただければと。じゃあ篠宮さんお願いします。行かせていただきますよ、はい、じゃあまずは、はい、起動反対で、はい、しますね、行きます。マイティーノベル X、 からのいきますよっ、ガシャット
レッツゲーム、めっちゃゲーム、むっちゃゲーム、ワッチャゲーム。I'm a 仮面ライダー。ここはレベル従来、うん、レベル1は従来。こっから先よ。はい、カモン。ガッチャン。レベルアップ。マイティーノベル、俺の言う通り。マイティーノベル、俺のストーリー。ウェイ。なるほど。ウェイ。ページ探せ。どこだっけみたいな。ウェイウェイウェイ。まあまあまあ、後半の。あ、わかりました。さっきパラパラしてたから、その時探して付箋貼っとけばよかったな。何のために読んでたんですか。じゃあ探してる間にちょっと説明させていただきますと、はい、あの発行部分にですね、あの、はい、大きな筆を背負ったあの白いエグゼイドの姿がなるほど出るようになっておりまして、はい、それっていうのもあの、はい、受注ページで公開されている設定画を踏襲したものになっている、うん、こう作り起こしたものになるほど。今ちょっと途中からしか見れなかったんで、もう一回ちょっとやっても、はい、あ、もう一回じゃあいいですか、その筆を、はい、じゃあちょっとやらせていただいて。マイティーノベル X。 ガシャッとレッツゲーム、めっちゃゲーム、むっちゃゲーム、ワッチャゲーム。 I'm a 仮面ライダー。いきますよ、からのガッチャン。レベルアップ。マイティーノベル、俺の言う通り。マイティーノベル、俺のストーリー。おお、筆背負ってますね。大きい筆を、ね、背負ってるものになってます。はい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 。うお、ありがとうございます、はい、見つかりましたか。まだ。なんで普通に読んじゃった。読んでそれ整理し始めて全然片付かない人のパターンですよ。そうやそうや、まあ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 、まあ、な、見つけたらじゃあ教えてください、うんうん、ちょっと喋っておいて。いや、その間に、はい、じゃあちょっと喋らせていただきますけども、うん、もう一回、もう一回、もう一回鳴らして。もちろんです。あ、刺して。となるといきますよ。はいよ。ガッシャッと。レッツゲッチャン。レベルアップ。そう、そのまんまや。リハやってからのがいいんじゃないですか。275ページ今待った割にめちゃめちゃ小声でボソボソ。僕でも言えるぐらいな。こっちを立たしたりやね。まあ、そうですね。275ページです。持ってる方はじゃあ275ページを開きながらさっきのやつをもう一回聞いてください。はい、275ページです、はい、はい、275ページだそうです。すげえ、これを、はい、音つけて、うん、聞けるわけですね。めちゃめちゃこれテンション上がりますね。いや、エグゼイドの変身音特になんか頭残んのよ。確かに、うん、マイティアクションもそうやけど、うん、まあ、次紹介するこのバンバンタンクもそうですよね。そう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 、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、バンバンタンクの紹介をさせていただいてもよいでしょうか。お願いします、はい、ありがとうございます。こちらのバンバンタンクガシャットですが、東映特撮ファンクラブにて公開されているあのスナイプの、はい、エピソード0があるんですけれども、うん、そちらでスナイプが使っていたものになっているんですが、はいはい、こちら武器に刺して一発撃ったという活躍になっているんですけれども、こちらも変身をしっかり設定されていますので、はい、変身を確認していただければと。決め技の時しか出てなかったですもんね。そうですね、あそこの1回だけなんですけども、うん、こうしっかり変身も設定されておりますので。じゃあ1回これ変身してみますか。はい、ぜひあのスナイプのバンバンシューティングとともに使っていただければ、はい、これは鈴村監督も喜んでますよ、これ。エピソード0の監督、鈴村監督やし、はい、あるいはゲームレーザーも鈴村さんや。あ、そうなんですね。そうそうそう、ゲームレーザーも同じなんだ。バンバンタンク。おお、からのガシャッと。レッツゲーム、めっちゃゲーム、むっちゃゲーム、ワッチャゲーム。I'm a 仮面ライダー。ガッシャッと。いっちゃって。ガッチャン。レベルアップ。バン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 シューティング。ガッチャン。ドカンバンカン。とどめの石塚。キャノンでバン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 。
なるほど、イエーイ、これすごいですね。こちら絵柄がスナイプの後ろを戦車が通ってるようなをやっていて、キャタピラ、はい、そうですね、キャタピラの模様がこうダッとあるような、はい、これ決め技もぜひやらせていただいて、行っちゃってちょうだい、はい、ガッシュー、いきますよ、ガッシャッと決め技、バンバンフリティカルフィニッシュ、僕の後ろに今タンク出てないですからちょっとなんか迫力足りなかったですけど、吹っ飛んだわ、一発ですからね、撃つのね、そう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 、もう一撃なんよね、ストーン、こちらなんですけれども、はい、今レベル4に変身していただいた変身音、あ、今そうです、ね、はい、聞いていただいたと思うんですけれども、はい、レベル2の状態の音も、まあ、設定はされておりまして、いいんですか、はい、楽しんでいただければと思います。じゃあそう、ガシャットのやっぱおもろいところって音声違うのを楽しめるってところがね、うん、確かに、そうそうそう、レベルによって、そう、はい、劇中にない音楽も楽しめるみたいな、確かにこの変身音劇中にないですからね、うん、はい、じゃあいきますよ、公開はちょっとできないのでお二人の反応を楽しんでいただいて、じゃあ僕らの反応を見てどんな感じだったかっていう、はい、あとはもう購入していただいて聴いていただければと思います。はい、じゃあいっちゃって、いきます、おお、ありがとう、ありがとう、影山さんありがとう、音声、音声、確かに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 、そうですね、でもやっぱりレベル4とちょっと違って、うん、そうですね、まあコンパクトに、はい、コンパクトな感じ、はい、いや、これはこれででもいいですね、はい、いい音になっていると思いますので、うん、ええー、なー、はい、そうですね、あの思い入れのあるあのアイテムがまだまだこの商品が控えてますので、うん、はい、ぜひあのお買い上げいただき声を届けていただけますと幸いです、はい、声を届けていただいて SNS に上げると、はい、実現する可能性も、うん、高くなると、そう、未来を変える力、まさに、おお、マイティノベル X、 おお、そうです、皆さんの声がマイティノベル X なんです、選挙ですか、はい、ということでございまして TK さんありがとうございました、ありがとうございました、いやめちゃめちゃ良かった、いや本当に、さあ今回紹介した商品はプレミアムバンダイで購入できますのでぜひチェックしてください、はい、この番組は毎週木曜日19時から配信中でございます、番組の感想はハッシュタグプレバンラボ Z をつけてつぶやいてください、チャンネル登録もお願いしております。そして次回は、はい、ライダーアーツデイの生配信です、来ました、生配信会でございます、うん、それでは、はい、次の生配信でお会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。